どうも皆さんおはこんばんちゃーです。パパスです。今日は SYE6T タイタンのですね、今からリアのショックのブッシュですねの交換方法をやっていきたいんですけれども、まあ諸事情によりちょっと今事務所からお届けしておりますけれども、この後ショックの交換の方法をねやっていってもらいたいと思います。今日は先生です、社長じゃないです。お楽しみに。どうぞ。物資交換です。あ、電気いらんか。見えるな。何音？これ物資交換、交換の仕方です。これ、はい、グラグラやろ。グラグラ鳴ってる。これ通れへんからな。はい。で17。はい。これを取んね。これを取らね。今日は社長じゃありません、先生です。ありがとうございます。お前どうなどっとでお前暇だったら仕事さえ。ちょっと待ってくださいよ。はい。ほんでな、これな、はい、隔てる原因として摩耗やな。摩耗、はい。これ外す、ちょっとあんま近づきすぎこれ、ごめんなさい。まあ、ガタガタやと。はい。で、ガタガタ、これが、はい、原因が、はい、このガタガタゴム。お、この上もある。上もある。上も17ですか。そうや、俺さっきも時間ないから取ってん。ありがとう、緩めてくれてます。俺が取れん。ありがとうございます。ガタガタや、噛みついてるわ。あら、そういう場合は、そういう場合は、はい、あのスプレー拭いて、スプレー拭いて CRC か。これみんな、はい、ここに工具かけて無理やり取んねんけど、どこ、ここに、ここか、うん、こうへっこむから、はい、危ないから、できるだけスプレー拭いて、はい、CRC でちょっと滑りよくしてもらって、うん、で、まあ、できるだけ、はい、こういう風に取れるように。ほう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 。おー、ほんまや、スッて取れた、うん、で、無理やりやるとここはへこむから、はい、どこ、ここで、うん、はい、この感じのストローク、こう、点検な、はい、硬いかどうか、ストロークして戻ってくるやんか、こういうの、はい、うん、でこれをスカ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 なったらあかんわけ、はい、こうやってこうな、うんうん、こう押しましたと、はい、で反発してこう上がってくるんだ、うん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 、こう上がってきてちょっとへらってるこうやってこう動いてもしっかりしてるけど、はい、もっとスカスカになるのがあるの、スカスカになって戻ってけへんから。あ、そういうことね、うん、はい、そうなったらもうここの交換、うん、ショックは交換ね、ショック交換ですね。この方の原因は、はい、このすり減り、まあ、摩耗やな、摩耗ですね。これ新品と比べてもらったらこう全然違う、ちゃんとあのへこんでしまってるから、はい、へえ、うん、ここ見たわけだろ、うん、これガタガタやんか、うん、ほんまはこう、おお、ここ、これこんな形にね、これがへこんでしまって、はい、うん、こんな違うんや。大げさに言うな。言うてないですよ。いや、こんなちゃうんや、だって。そうね。ほんで、はい。つけるときはできる、まあシリコングリスがあったから、はい。シリコン系のグリス、はい。ちょっと軽く薄くな、はい。塗ってあげて、はい。中もちょっとこう。中もちょっと塗ってあげる。で、ここにこう。うん、刺さるようにな、はい、ショックの方に、うん、無理やり入ったらあかんから、うん、はい、硬いから、はい、でこうやって先入れて、これを外したらあかんな、はい、どれ、あ、先ね、戻って、あ、これぐらつき棒を引いて、はい、これを入れて、ここがあの汚れ取ったりするから、うん、拭いて、はい、こうやったら絶対ちゃんとこうスーッと入らないから、あー、いったーな、まあ、これ、いくら今ここあれやけど、はい、下先入れてまうけど、あ、はい、うん、スーッと入らなあかん、はい、基本、はい、な、お、それが硬いとか歪んでるとかは絶対、ほんなギルギルギル変な音なのか、ちょっとごめんな、手滑ったけど、はい、でこれでグリス塗ってあげて、はい、上もまっすぐちゃんと入るから挟み込んであげて、うん、はい、ちょっと手抜くけどこうやって入れてちょっと見にくいからネジを入れて、はい、止めましたと、はい、で下もあれ油塗ってやると、はい、シリコン系のグリスですね、うん、ちょっとこうスムーズにな、はい、
入るの、手で入らなあかんから無理やりグニグニ入れたらあかん、食、が収納せんようになる、硬くなるから、ほんでまあ下でいいと思うんだけど、必ず、インパクトは使わずに、ネジ潰れてまうから、こう見ながら、ブッシュがちゃんと入ってるかとか、見ながらこう入れてある。ほんだらあのこう閉まっていくときに綺麗に入っていくから、まあこれ上と下の誤差があるから、これを均等に閉めた方がいいとかあるんですか？そうやね、上と下、そういうことね。あの力かけた状態でこの位置で閉めてるから、あり対して伸びてるうるさいなるから、ここをふーっとこうトルクで閉めてあげたら、こう全然しっかりしてるだろ。ほんまやね、めっちゃガチガチや、すごい。だから普通やこれ普通じゃん。お前大げさに言うてもしてよ。さっきすごいグラグラしとったやん。それを直すために変えてんねんけど、ほんまこういうのも直したんやけどな。ああ、それが破裂して、本当やって巻き込んでぐちゃぐちゃになってるよ。ああ、それが原因なんですか？タイヤが割れたんや。割れたんや。へえ。でこうやって、でも順々に決めていってもらって、で、これで、それで一応は完了やねんけど、これね、やってみよう。お前そんなとこやってる、ここもだな。ここ全然違うやろ。おかしい、動かん。これがブッシュのヘタリね。ブッシュのヘタリ、走行距離とか、荷物の積みすぎとか、走行キャリーとか荷物の積みすぎで、だからセンサーがずれとったり、これはまだマシやけど、ここがグニって歪んどったり、積みすぎ、まあこれもまあ歪んどるけどね、こういうとこ当たってないのか、そういうことはこっちに力かかってるから。へえ、すごい先生。ゴムいってるなってるやんか、これ剥がすね。だからもう中ガタガタや。そういうことね。こんなんしちゃあかんねん。これは補修しまして、補修はあかんねん。こんなんカタンカタンなるからこう、ゴマ壊しちゃうやろな。これはダメ、取れんよ。ダメ。あ、結構ギチギチに、ギチギチやな。これここ取ったら、まあ国家やからね。もっとひどいんちゃう、これ。ほら、こっちと比べてもっと減ってるやん。ほんまやね。わー、こういうことね。これはダメこれはダメ。え、これはこれ全部一緒ですか？交換方法、基本は後ろは一緒。え、後ろは 1,2 この2本、え、どこ？日本で4、全部で8個の後ろ。そういうことね。2,1 で、向こうちょっと取ってるんですけど、上と下でロー8で、どこについてるんだこれは。おいえな、これがグリス。これ絶対塗ったってほしい。しまっていくときにこうまっすぐ入っていってほしいからな。そういうことね。これは必ずつけたい。で、絶対元の位置に戻すと。元の位置に戻す。安物のしがらずに外のバレるんです。ええねえね。痩せはちゃうよ。あ、これこっち左側こんな奥にあんねや。いや、あんまり手つこんな。やけどするの。はい。これ熱い。熱いやろ。だからまあこのトラックは簡単やけど。はい。乗車はちょっとやりにくい。そういうことね。あの箱の中に入っておく。食は。中にある場合があるから、で作業をスムーズにするのはやっぱりね、このグリス塗ってあげて、手抜かんとね。必ずグリス塗ってあげて。必ずグリスは。ほんま塗らんでええねんやろうけど、きちっと組みたいときはあの、ブッシュはきれいに入ってほしいから。これエンジンオイルとか塗ったらブヨブヨになるから。あ、もう必ずグリスでね。あのシリコン系かな。シリコン系のグリス。覚えるよ。え？ちゃうかとかで覚えるねん。なんでや。アンチも怒られるよ、アンチも。大丈夫やん。はい、こう斜めにこっちはついてます。まあ、
ショックの構造によって、はい、車の構造によってショックの付け方も、うん、痛いかなっていうやつもあるけど、うん、これはまだやりやすい。そういうことね。まだやりやすい方法かな。よかった。前はまた違う。この車はスペアタイヤがないから上の大きな。はい。あ、オッケー。ここにスペアタイヤが入ってんねんけど。本当は？そのタイヤはない。はい。前のタイヤのスペアがないわけ。あ、本当？後ろはこれやから。ちっちゃいよ。うん、ちっちゃいこれ。これを。はい。前のタイヤがないから。前のタイヤ。お客さん聞いてあげます。はい。わかりました。すいません、言ってあげます。前輪のスペアタイヤがありませんと伝えたいんですね。ほんで、まあ、うん、ダンパーのまたゴトゴト音とかカタカタ音はここで解消されると。はい、ダンパーは生きてます。ダンパーは生きてます。何やったんやな、何か言われた。運転中に一時停止しなさいよ。ああ、そうなんや。そんなもんあるやん。あるある、あります。これ一応これ4つ増し締めと、はい、4本ちゃんと増し締めで、まあ、規定トルクあると思うんですけど、それはもうホームページなどで調べてください。あ、そうやった。俺のセルクレンチで。セルクレンチそれめっちゃいいよ。トルクレンチないから、セルクレンチで行くで。はい、先生のセルクレンチは正確ですので大丈夫です。OK、 お願いします。はい、これで作業終了です。はい、これで作業終了です。じゃあゴミ片付けてください。はい、ゴミ片付けて最後の挨拶取ってもらっていいですか。もういい、もういい、俺はまだ。ちゃうよ、私が言うのよ。え、はい、はい、今日はこんな感じで。ボップちゃん、ええよ。斉田さんの後ろのリアのショックの物資を変えていきました。よかったら皆さん作業の参考にしてください。お願いします。じゃあ、はい、いいねとチャンネル登録お願いします。はい、他の動画も見てね。はい、はい、ありがとうございました先生。はい、あ